なった、フォーメイアウトの、セブンパスツードライブという練習の説明をします。まずフォーアウト、まあ、これはいつもと同じような形のツーガードツーウィングという形、まあ、それで今、ボールマンここです、1番のところです。で1番のところが、まあ、どこスタートでもいいんですけど、まあ、ドライブをして、そのヘルプに対してキックアウトをするっていうようなフリーランスの考えとした、練習方法です。本来はディフェンスなしです。ただこれちょっとイメージをつけるために今こうしています。でルールの中で2回2ドライブで、この2ドライブは連続してドライブを行わない。それをなぜかちょっとこの形で説明します。1番ドライブしました。で2番がダウンして、1番が2分にボールを戻します。でこの1番が、まあ、クリアします。でこの状況の時に2回連続ドライブするっていうと、4番のヘルプディフェンス、もちろん3番もみんなこの台形の近く、まあ、四角ですね、ここのペイントエリアの近くに集まってるところにドライブをしてくる。なのでヘルプディフェンスにすぐ捕まってしまうと。なので2回連続のドライブはなし。まずこのルールをご確認させていただきます。で今日やった、練習の合わせの練習の複合として、例えばトップの人間がドライブしました。それに伴いここに行きます、パスをします。でこの人間がいなくなり、3番1番4番、まあこういう形になります。で先ほどのこの形で作った台形が今はこの形になります。ただここのコーナーには一応ここのエンドラインサイドラインもディフェンスとみなして、トリプルチームの来る可能性があるので長居はしない。なのでパスをさばいたらすぐ空いてるスペースへ移動、そうすれば元通りになります。OK、グッショ。で今7回のパス以上でもうドライブを2回やったんで、この人がシュートを打ってもいいし、また次の人が来てその人が打ってもいいし、7回以上だから8でも9でも10でもいい、いいとこでシュートを打つ、まあ、こういったことを繰り返して一人一人のスペース、広さですね、感覚、これを意識したのと、しっかり、ドライブに対しての合わせを各各々が感じ取れるように、体の動きですけど、まあ、そういったところのイメージをしっかりゲームライクにしていただいて、行う練習という形になります。非常に頭を使う練習なんですけど、まあ、今日初めてやった子どもたちも、だんだん時間とともに順応してきて、非常にスムーズにいく場面も多少見られたので、まあ、今後続けていけば、非常にいいスペーシングの中で流動的に、バスケットが行えるんじゃないかなと思います。